えー、今回はですね。クラブのセッティングについてお話をしたいと思います、えー、セッティングに関してもですね。色んな考え方があります。正直な話、その中でえっ、ー、と自分がまあ思う。代表的なことをちょっとお話ししたいんですが、大きく分けて2つあります、えー、その2つというのは、まず1つはまあ、一般的によく雑誌とかでも出ますよね。プロのセッティング例とか、そういうふうに上級者の人が。 目的を持って使うセッティング、それからもう一つはアマチュアの皆さんがスコアアップをするためにどうしたらいいかって考えるセッティング、これが2つもセッティングって大きく分けてうんと一緒にしがちなんですが、僕の中ではもうここはもう全く違うセッティングになります。で、その考え方っていうのがまず上級者特にプロの求めるセッティングっていうのは基本的には。 クラブの操作それからスイングっていうのはある程度の次元ですから何を求めるかというとその使う選手がどういう球質を打ちたいかそれはスイングのタイプによっても好みによっても違うんですけれどもこうやって打った時にこういうドローが打ちたいこういうスピン量の球が打ちたいそれを具体化するための道具がクラブになります。 で当然そのスイングの中でもっと操作性を良くしたいスピンを多くかけたい少なくしたいそういうことを細かく突き詰めていって自分の技術も含めてスコアアップを狙っていくでプロのスコアアップっていうのは当然アンダーを狙っていくスコアアップですのでそういう高いスキルの中で成り立つセッティングです。 それからもう一つこちらにあるようにアマチュアの皆さんのセッティングっていうのは逆にどれだけ寛容性を持たせるかというセッティングになります。ですから例えばこういう場面でいつも自分が失敗するからそれを失敗しないようにクラブで補うもしくはドライバーでもいつもスライスするからスライスしないように補う。またはよく クラブの下にばっかり当たるから下に当たってもボールが上がるようにするそういうふうに操作性という意味よりも寛容性の方を重視したセッティングっていうふうに大きく分けるとこの2つっていうのはもう全くの別物なんですねでもやっぱりセッティングっていうとそれをこうプロのセッティングとかを参考にしてあこうするんだってやってしまうとぐちゃぐちゃになってしまうんです。そうすると 実はきれいにこうクラブだけで見るとまとまっているんですけれどもいざ自分が使おうと思った時に実は実用性がなかったりっていうことがすごく多く見受けられるのでまずセッティング自分がどういうふうに使うかっていうのを明確にしてあげるっていうのがまず大事になると思います。<music> えー、でちょっとと具体的にお話をしていいくと、まあ、プロののセッティング例っていうのは うんそうですね正直ここ数年でトレンドは変わってきてきます、えー、一昔前までは距離の階段っていうのをしっかり作って、えー、打てないクラブ打てない距離がないようにするっていうのがまずセッティングの大きな基本でしたただ今正直パワーゲームの時代になってきてそこの考え方というのは少し変わってきて逆に使わないクラブは抜いていこうと。 逆に大事なな場面といいうううのを増やそうっていうことがすすごくトレンドになってきてきますですからプロの中でもフェェアウェイウイッドが1本の選手もかなりいますそれはやっぱりこのロースピン化したフェアウェイウッドで何本も入れるよりも完全にセカンドで一番飛ばせるクラブそして距離のコントロールができるクラブを入れてハイブリッドをすごく対応するとかあとはもう一つはショートゲームっていうのがやっぱりスコアメイクにはすごく大事になるのでウエッジの本数を増やしていくとか。 そういうふうに選手個々の特徴に合わせて自分で組み上げていくようなセッティングがとても増えてきていますなので一般のアマチュアの方でこれからスキルアップを狙って練習をいっぱいして自分の技術を上げていこうと思った時にはそういう時こそどちらかというと基本的なセッティングですね要は王道的に打てないクラブをなくすセッティングっていうのをまずはお勧めしたいと思います でそういう時っていうのは当然自分がどういうスイングをしたいかによってクラブの個性っていうのは変わってくるんですけれどもそれをやりながら全てのクラブ自分がやりたい動きができなかった時にはその動きに対して素直にミスが出るクラブそうするとそういうクラブをずっと使っていると持っているクラブでいい球が出たその時がいいスイングっていうふうになります。そういういにすると1年経った時 2年経った時、えー、もっと短いスパンだと半年ぐらいでも違いますねそういうクラブで練習をしていると、えー、どん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 スイングが自分の求めている方向になっていきます。あのどうしてもこうゴルフクラブ高いんですよなので例えばこの持っているクラブで「今のいいスイングだね」って言われても球が曲がってたらそれは次に直しちゃうんですね。 ですから自分が持っているクラブでいい球を打ちたいっていうのはもうゴルファーの心理なので自分が求めているスイングでいい球が出るクラブっていうのを使っていくことがスキルアップするときには絶対条件になると思います。え次にですねえ一番考えてほしいところです。まあそれっていうのはあのやっぱり普通にお仕事をされていると練習量っていうのも。 そんなに確保できないですですもコースに行った時にまあいいショットも打ちたいしいいスコアでも上がりたい、えー、そういう方はもう本当にクラブこの選ぶところからとても考えてほしいんですねで僕はあの常にそうですねクラブの選び方と使い方そこだけをしっかりわかれば誰でもシングルになれるって えー、よくいろんなところで話をしているんですが、その考え方の一つっていうのがまあ、このセットみたいになります。で、やっぱりアマチュアの皆さんが大叩きをする場所っていうのがだいたい大きく分けると3つあります。まあ、よく言うところで一つは T ショットですね。で、まあ T ショットで OB を打ったらもう間違いなくそこでペナルティが来るので、あと池とかもペナルティです。ですからそういう場面で打たないようにすることが一つ。それからセカンドでやっぱり。 事故が起こりやすいのが大体180ヤード前後まあ、ドライバーのヘッドスピードによって若干前後するんですけれどもだいたい170ヤードから200ヤードのエリアっていうのが怪我をしやすいですあのー、平らなところで打っている分にはそんな大怪我は起こらないんですけれどもゴルフ場傾斜がいっぱいあります傾斜があって手前にハザードがあるときになかなか100ヤード刻む勇気って皆さん持てないのでえいやってグリーンに向かって打ってしまうのでそこで事故が起こる でもう一つ大きいのがやっぱりショートゲーム80ヤード以内でそこからグリーンに乗りさえすればいいんですけれどもそこで例えばキーを狙ったり距離がちょっと足りなかったりしてバンカーに入ったりちょっと寄せにくい傾斜に行ってしまったりでそこからアプローチも失敗してっていうペナルティーが何もないのにダボトリが出ていくそういうパターンがそこですね。そういうい ただけ回避するクラブそれを考えて欲しいで,すでティーショットに関して言うと、えー、怪我をしないためには何をするかっていうと基本的にはスクエアなインパクトを自然にできるクラブもしくは非常にこのフェースのどこに当たってもずれにくい寛容性の高いクラブ大きく分けるとこの2つっていうのを選んでほしいです。で今 まあ僕が手に取ってるこの水野プロのドライバーもそうなんですけれども非常にヘッドをスケアッに戻しやすいクラブとかっていうのもとてもあるのでまずそういうのを選んであげて自分がストレスなくインパクトでまっすぐに戻ってくるそういうものをドライバーでは選んでほしいと思います。フェェアウェイウウウウイッッッッドドドドに関しててははは正直自分はあの3番番番ととかはもういいらないと思ってます フェアウェイウッドの番手一つの距離差っていうのがヘッドスピードによっても若干違いますけども大体10ヤードから20ヤードそうすると3番ウッドで失敗した球と5番ウッドでうまく打った球で打ったら5番ウッドの方が飛ぶようになります。でヘッドスピード的にも3番ウッドを高い球を上げて打つっていうのは物理的にちょっと正直不可能なので今のスピン量では。ですから一般的なアマチュアのゴルファーの方はティーショットで打つ以外は一番 セカンドで飛ぶクラブは5番ウッドっていう風に考えてあげると非常にクラブ自体が優しくなっていくと思いますで、もちろんフェアウェイウッドが苦手な方であれば入れる必要はないです例えば逆に7番ウッドとかとにかく上がりやすいクラブっていうのを一つ入れておいてあげるっていうのが大事になってきますで、そこで抜いた分っていうのは今こういうハイブリッド系ですねとかがすごく いろいろなものいろいろなロフトのバリエーションも含めて出ているのでそういうものを活用してください。で気をつけてほしいのがハイブリッドとフェアウェイウッドで同じロフトでも距離は変わりますなんでかっていうと長さがとっても違うのでそこは自分が何ヤードぐらい打つクラブを入れようっていうところで探していってあげたらいいと思います。でアイアンに関してなんですが正直 皆さんこうすごくいい理想を持っていると思います。ピンに向かって糸を引くみたいな綺麗な球が出て行ってポトンって落ちて止まる。だからよくあのスピンがかかんないんだよね転がるんだよねとかいう方がいらっしゃるんですが、か、え、ら、ー、口で言ったら、えー、アマチュアにとって僕はそれは必要ないと思っています。えー、必要なくはないんですが、なんでかっていうとパウン率がどれぐらいあるかなんですね。例えばパウン率 皆さんどのくらいつけているか分かんないんですが2割ぐらいだとしたら10回のうち8回グリーンは外すわけですからグリーンに乗っっててから止ままる球質いいうのはあまり必要ないとそれだったらセカンドでこのアイアンっていうのをグリーンの近くまで運ぶクラブって思ってそういうふうに考えるだけで選択肢がすごく広がりますで。グリーンのの近くまでで運ぶクラブっていうのであれば 例えば6番アイアンよりもそうですね8番アイアンとか短い番手で打った方がミスの確率は当然減りますからやっぱりこうののがすすすごくく使いやすいいいやものになっていくと思いますアイアン飛んでも意味がないよっていう方もいっぱいいらっしゃいますが。 僕は使い方の問題だと思っているのでそういうふうに考えてあげたら非常にセカンドっていううのがスストレななく打てるようになります。でそこで運んだものをそこからなんとかできたら2回で上がりたいそう思った時にウエッジの本数を増やしてあげるバンカーが苦手な方だったらバンカー専用のウエッジを入れてもいいと思います。とにかくできるるだけパーパッッを打ててセッティング、組み立て方。 といいいいううののをしていくくがすすごく大事だと思いますでそういうふうに例えばドライバーを捕まえていく先ほども言いましたけれどもこの水のプロとかもそうですし逆にこのエム・グローレとかも関与性と捕まりっていうのをすごく高くしているモデルそしてアイアンに関して言ってもまあ皆さん今は知らない人がいないぐらいになりましたけれどもこの UD プラス2とかも。 プラスにバンテの飛びって言いながら飛ぶっていうアイアンがこれだけ支持されたっていうのはそういう用途があって結果がしっかかり出るからだと思いますですからそれはご自分のヘッドスピードであったりスイングの癖出るミスによってモデルをしっかり選んでそしてこのバンテ構成をちゃんと考えるそれをするだけでしっかりスコアアップっていうのは狙えると思います。